ポジションは FW。アルサットのユースチームに在籍していたが、2012年10月に、スペインのセビージャ FC のユースクラブに移籍した。2013年のアルカスインターナショナルカップに出場し、地元であるカタールのアスパイアアカデミー相手に得点とアシストを決め、3から0の勝利に貢献した。その後、ビジャレアル CF のユースチームに移籍した。 2015年1月には、プロキシマスリーグのカス・オイペンと契約。同月19日の SC エントラハとアルスト戦で、初出場し初得点。24日の KRC メヘレン戦で、オイペンは5得点し、そのうち3アシストが彼によるものであった。2014から15シーズンは9試合に得点の結果を残した。2016年5月8日には、 ビジャレアルに再加入、今回は、レンタル遺跡ではなく完全遺跡での加入であった。これによって彼は、カタール生まれの選手として、初めてプリメーラ・ディビシオンのクラブと契約した選手となった。8月4日に1シーズンの契約で同じくプリメーラ・ディビシオンに所属する、スポルティングで基本にレンタル遺跡。8月21日のアスレティックビルバオ戦で、 ブルギとの交代で途中出場し、リーガエスパニョーラ初出場となった。U-20 代表として AFCU-19 選手権2014予選に出場した。AFCU-19 選手権2014本大会では、朝鮮民主主義人民共和国代表から試合唯一の得点を挙げて、同大会制覇の立役者となった。 A 代表初招集は2015年9月で、ホセダニエル・カレーニョ監督からの招集であった。9月3日の 2018FIFA ワールドカップアジア2次予選のブータン代表戦で代表初出場。この試合で、カタール代表は15-0の圧勝を見せ、彼も代表初得点及び初アシストをこの試合で記録した。彼自身はドーハで生まれた。兄のアリー・アンフィーフも、 ドーハ生まれのサッカー選手で、同国代表である。父親のハッサン・アフィーフ、アル・ヤフェイもサッカー選手で、父親は、タンザニアの母子で生まれた、イエメン系人である。父は、サッカー選手引退後、サッカー指導者も務めた。母親は、イエメン出身である。セビージャに加入する前にスペイン語を学んだ。2015年6月にアスパイア・アカデミーを卒業した。ありがとうございます。